5時、まあ、半前にこんな話する話じゃないんですけど、うん、ちょっとあのー、皆さん知ってるかなこのラジオのおはがき職人に土屋隆之いう男がいるんですけどもああカタカナのやつだろそう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 、うん、春日さんご存知ですよもちろんこそ何回もその、ね、ネタを読んできてますし、うんうん、もちろん知っておりますよ であのー、僕がね、うん、話はちょっとだいぶ前に遡るんですけど、うん、アメトークの、うん、あのー、プレゼン大会でうん、うん、ラジオ芸人っていうのをプレゼンしたんですよ、うんうん、その時に、うんうん いろんなラジオを持ってる人たちで話して、うん、でいろんなその番組のはがき職人にこんなやつらがいるっていう話をコーナーでしたいんですよみたいなこと言って、うんでまあ、うちで言ったらあの土屋隆之っていう男がいましてっつって、うんうん、であのー、すごく面白くて「うん、作家になりゃいいのにな」なんつって、うんあのー、言ってたら、うんあのー、メールが来まして、うん、まあ漢字あの7文字で「うん 人間関係不得意って書かれたメールが来て。なんか怖いね。ね、あがき職人には、ちょっと慣れませんみたいなことなのかなっていうこと。作家さんにはね。うん。あの、あ、そうそう、作家さんにはね。人間関係すごい大事ですからね、放送作家の人まあなんか大変そうだよね、見てると。うん。前原みたいに毎週ね、やっぱりこうやって見に来て、こういろんな人と、あ、俺、おれへんがな。いや、おれへんのよ。 おれへんし、<laughs> 何の音沙汰もないのよ。<laughs> あれ以来。除名って言ったからさ、うん、なんかその、 一方がね、その野原君から、なんか、いやいやいや、すいません、みたいなメールでも来るかなと思ったら、一向になく、年が明けたんですどうした前原と思ってますけどね。どうした前原。どうした前原。どうした前原問題になってますけど。まあまあまあ、あって。まあまあまあ。で、そしたら、土屋隆之からですね。土屋隆之という男はね、ツイッターもブログも全くやってないんですよ。 ほう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 ねで「放送作家になりいいんじゃないの?」みたいになって「なんか連絡取れないの?」みたいな探しても何もやってないであの男が長いメールをよこしてきて私はね人間関係不得意で友達もおらず高校時代から高校時代から朝起きたら 50個の大喜利のお題をまず考えるですってで学校行くんですって、うん、1>, で1時間目から6時間目までずーっとその大喜利を解いてるという高校生活を送ってましたと、うん、やべえやつじゃねえかよなんだよそいつ、うん、そんなやついないよそしたらまあ1日がその大喜利で過ごせると。<laughs> 過ごせるから、で、うん、友達はおらずと。人間関係不得意すぎるです、それにしたって。で、うん、それでまあ、で、自分はそういう楽しみはそれしかなくて。なるほど。まあ、いろんなこう、 いろんな携帯大蹴りとかそういうのに送ってたと、うん、で若林さんに、うん、土屋隆之なんて名前をね、うん、アメトークという番組で言っていただいてこんな嬉しいことはないです僕はもうそれだけで胸いっぱいですっていうすごい長文のメールが来たんですよ<ー>で俺はそのメールせっかく送ってくれたから返事してあげようと思ってうん、うん、いつも、あのー、送ってくれてありがとうなとうん,うん、うんうん お前でも、なんか、それで、そういうふうなふうに思ってんだったら、なんか、あの、葉書送ってるだけじゃないて、こういう仕事したらみたいな。そう、考えの、50問お題考えて、50問答えるっていう生活を3年間送ってるそれで、誰にもやってもらうことのないネタが、高校3年間で120本ぐらいかけたんだって。<laughs> <laughs> <laughs> すごいね。漫才とかコントの誰にやってもらうでもないね。いや、お前、も仕事した方がいいぜつって、多分。で、お前が人間関係不得意なんで何とかなるから。送ったんですよ。そしたら、まあ、ありがとうございます、みたいな。でも僕は人間関係が不得意なんでって、来るわけよ。まあいいやと思って。でもなんか面白いから、 ななんか、あのー、なんかかあのライブとか見に来たらいいんじゃないかなってどういう世界かさわ、うん、かるんじゃないかなと思って、うん、あのー、足りない2人の夏のライブがあったのよ、夏のライブ。それにあの招待してあげて、うん、あの新幹線代と、うん、あの宿の金出してあげてさ、うんうん、おありがたいね、あのー、あいつは関西に住んでるからこういうやつって来てで来てさ。うん まあ見たわけよ、うん、で俺と山ちゃんのライブ見て、うん、まあ本当か嘘か分かんないけどさ、うん、あのー、今まで見た単独ライブの中で、うん、こんな楽しいライブはないですっていうわけよ、うん、でまあ,あのメールでやり取りしててそれそれまでもね、うんうん、多分見たことのない単独ライブの DVD がないんだってえる <laughs> <laughs> この世に出ている マジでかっつってじゃあお前さモンティ・パイソンとか見てんのっつってあもちろん全部見てますマジでっつってでマッド t v っていうケーブルテレビでアメリカかなんかのコント番組があって俺すごい好きだったのマッド t v の DVD ではもちろん出てないのねホックスかなんかのケーブルでやっててそれはさすがに知らねえだろと思ったら もうマッド TV は知らねえだろって言ったら全部見てましたうカナダ人を批判アメリカ人がカナダ人を批判する漫談をやったりする、うん、<laughs> あの新人が出てきたりする永、うん、井秀和さんみたいな <laughs> とかそういうのも俺すごい楽しくて見つてて <laughs>、はい、知ってるかって言ったら、うん、もちろん知ってます <laughs> <laughs> おおいいね <laughs> でね落語ももうめちゃくちゃ聞いてて、うん で、へえーっつって。仕事した方がいいな、別にそんなの。で、里光とさ、うんと、足りない二人の打ち上げが終わり、飯食ってたのよ。あの、新宿の、えっと、ファミレスで。したら、あの、土屋は東京に泊まるだろ、その日。あの、ライブが遅いから。はいはい。だから、お前、今、里光と二人でいるから、ちょっと、こっこいよ、つって。ああ。あの、 こうよっつて中野にああちょい今新宿にいますって土屋が言っててうん、うん、で西新宿のファミレスにいたから、うん、まあ30分もあれば着くじゃないですかまあまあねちょっとね、うん、1>, 1時間半ぐらい経ってもね「行き今行きます」ってっから連絡ないのよあれおかしいなと思って電話したら「うんうん、すいませんと」と、うん、1>, 1時間前から実はファミレスの外に着いてました ただ人間関係が不得意なもので若林さんと里光さんがいるファミレスに入っていけませんでしたとちょっと待ってくれもう不得意すぎて面白くなっちゃってんじゃんすごいねで私がねもうっと待ってて外でっーって降りてってで1階が駐車場で2階がファミレスみたいなところで階段降りて下にうん 黒ずくめの服を着た男が立ってるんですよ。あれ土屋だよねって言ったら。はい、そうです。す。って全然俺の顔見ない人見知りかと思って。あなたが言うのもなんだけど。俺が言うのもなんだけど。 で、上上がれっつって、今飯食って終わらせて。で、俺と里光が向かい合って座ってて、里光がハンバーグ食べてたのね。ハンバーグのプレートがあるで、まあ、座れっていうことで、まあ、おーって、里光もホークとナイフを置いて、里光が立ったり。で、俺自分の席でボンと座るじゃん。で、里光と土屋が並ぶっていう状況よ。それもう、土屋はちょっとテンパって、パンツまあ、初めて会うわけよ、俺らにで、あの、 里光のハンバーグプレートの真ん前に座ったんですよ。<laughs> おかしいね。そし <laughs> も里光もテンパってるから、土屋、うん、で、里光はもうなんか、片尻しか置け、うん、ないみたいな座り方してて、<laughs> 里光も言っていいもんかどうかみたいな。ああああああ で、なんか、里光が、ちょっと、あの、前ごめんねって言って、ハンバーグのプレートを自分の方に寄って。まあ、そうするしかないわな。この前も、本当に、まず、里光を奥に座らして、土屋が後からちょっと僕はこうやって鉢でいいんで、みたいなことなんで、それがもうまずできませんから。な,なるほど。はい。飯食えば、つって。いや、ちょっと、喉通りません。<laughs> <laughs> よく来たな <laughs> 逆によくうぞ参ったよねでも分かるよそれは、うん、そこまでの状況今「オールナイト日本を代表するパーソナリティですよ俺も <laughs> うん、エースですよ、うん、なんかちょっとオープニングと言ってることがもう <laughs> わけが分かんないけどねもう終わるだなんだって言ってた割に今はもうエースですかいやでも正直、うん、俺ちょっとそれちょっとビビってんのは、うん、この間の45周年、うんうん どうも MC がハイハイだったらしくて、<ー>ちょっと日本放送さんが、俺のことエース誌しなくなってきたんじゃないかな。<laughs> いやいや、そんなことはない。それは感じてるじゃねえよ、しき。いや、でもエースだな。エース誌してるな。うん、どうやらなって思いながら前の、うん、あ,あの、なんとかホーリンラブにかけて、ホーラムっていうのが、 <laughs> 日本放送の、日本放送の頭脳が集まって考えた、この作用をっていう <laughs> あ。なんかあったね。あったじゃないですか。うん、あの時俺 MC やったんですよ。若林が MC だったんですよ。いや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 、春日も MC です。いや、お前はあの、モニュメントだったじゃないですか。うん いやいやいや,やってました、ね、もう回して t m レボリューションから美和ちゃんからゴールデンボンバーから、うん、俺の剛腕で回して、うん、で自分たちの持ちネタも受ける、うん、あの日はもう若林デーでしたよみたいなああまあ自分でいい言うのもなんだけどねその今日本放送のエースがね、うん、目の前に座ってるわけよ土屋からした、うん、<laughs> そらそりゃ緊張するよ <laughs> ー喉を通りませんって言ってる男がね。その後山盛りポテトフライを頼んだんですよ。<laughs> <laughs> 結構、ね、水分持ってかれるやつを頼むの。そう <laughs> いうことなんだよ、それは。もうなんかもう、テンション上がっちゃ自分でわけわかにな,なっちゃってるのがね。うん。うん、で、土お前、なんか、うん、やんないの あのなんかそういうのっ,って、うん、俺何も責任持てないし、うん、俺しまず俺絶対最初にもうあの言おうと思ってるのは絶対知ったこっちゃないっていうのをまず言ってあげないと、うん、なんか依存されても困るからさ関係ねえし俺全然 <laughs> 土屋の人生なんか <laughs> 急に突き放すね <laughs> 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 まあまあね、うん、結局は自分の力でやっていかないと厳しい、ね、ただねそんなにネタ書くのが好きなやつがね、うん、なんかそのあの 一体、フランス料理のボーイをやってるっつんだよ、この関西で。ボーイはできるのか <laughs> で。で、なんでボーイをやったかっていうと、<ー>人間関係不得意なのを直したいと思ってる。ああ、なるほどね。それで、うん、あ、そうですか。で、俺ができることは本当に何にもないです。うん、俺が本当にできるのは、うん、これしかない。うん、里3をお前に紹介することしかできない。<laughs> <laughs> うん。何の力にも慣れてないね。そしたら、里見は土屋に行ったけど、うん。僕で分かることがあったら、うん。何でも、あの、教えてあげるからさ、つって言って。僕はもう本当に、あの、ネタとかは、もう、力不足なんだけれども、って言って。うるせえ、ヤングコンクイだから言ってるわけよ。里見が。ねうん。うん。そしたら、はい。はい、なんつって。で、それが夏じゃない八月。の。 そ土屋からある日連絡が来て「僕東京に出ます」とおっおっとっとっと来たね僕笹塚に出ますと上笹しますと上笹ああ上笹塚の笹さ上京じゃ上笹上笹しますとなんで笹塚なんだ若林さんの家の近くだからですと家バレるだろっつって楽しそうだなおお それでんかいろいろハガキメール送りながら里光とかにも座りながらちょっと頑張ってみたいとおお分かった一大決心だこれはで昨年の暮れ12月20日に彼は上車させたわけですよ見事にフランス料理のボーイをやめてあららら今度はすぐすぐあいつはバイト決めました偉いですよおお何や フファーーストフードの店員です、うん、いや、大丈夫か <laughs> 結構、そのね、人間関係の、ねうん、スキルがないと、できないっすよ。い、ね、や、お前、あの、うん、俺はね、うん、あの、これから俺と一緒に、うん、 あの、いろいろ移動することになると、いろんなこう、チーム付き上げ場とか、ね、皆さんにお会いするときに、失礼があったら、俺の顔が潰れることになるから、お前のその人間関係不得意感を、俺もそうだったから、20代の時に。お前の気持ち分かるから、俺はガンガン言う、お前に。挨拶がなりなかった。まず、里光と俺と、あの、土屋で、焼肉食ったんですよ。 土屋の上笹記念パーティーですよ。ジョジョ園ですよ。ええうん。発したね、これ、さん。うん。大したもんだ。で、車に乗って、あのー、あいつに、あの、会計とかやったことないだろうから、会計をやらしてみたり、して、見せてたんですよ。で、車乗ったんですよ。で、後部座席、土屋ね。で、助手席、里光。で、里光、俺言ったわけ里光、土屋、 ごちそうさまって言ってねえんじゃねえかっつって、うん、<laughs> あっそ,そ,そう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 だねうん土屋くん、うん、言ってないねって里見さ、うんがおい土屋と」と、うん、これからいろんな人にごちそうになるかもしれない「うん、ごちそうさまを言わないなんて、うん、それお前あれだぞあの例のあの人間関係不得意だとつあっ、うん、すいませんごちそうさまです」<laughs> って言われたんです そっから教えていかないとだまずおはようございますお疲れ様でしたねこれはもう全員どの人にも自分のあの目に入った人全員しっかり言いなさい元気よくただお前おどろおどろしい最高感伝わっちゃう最初はでもそれはしょうがないただお疲れ様ですおはようございますそれでごちそうさまです言いなさい分かりましたでこの間2週間今このオールナイト見に来てるじゃない見学しに春日さんにね 土屋くんつって。お弁当食べるかいつって。お弁当渡されたんですよ。あげた。帰りに行ってました、土屋。何ああいう時は、どうしたらいいんですかすぐ食べればいいのかそれとも家に持ち帰って食べればいいのかどっちなんですかお前は腹が減ってたのか減ってました。減ってたんだ。じゃあすぐ食えつって。そうね。なんかずーっと持ってるからさ、3時過ぎまでさ。 なんか逆に悪いことしたな思ってさ。うん。いらなかったのかなちょっと思ったけどね。減ってたんだね。まあ、そうか。でも分かんないね。急にもらって食べていいものか。そう。で、あと土屋つって。うん。お前二人で俺と歩いてる時な、うん。俺にどんどん近寄ってきちゃう癖があるぞ、つって。不安だからかなうん。サッカーのドリブルしてんじゃねえんだから。うん。俺足元見たら俺ドリブルしてんのかなと思って。うん。したら球がねえじゃねえか。うん。お前が寄ってきてるだけだ、つうん。 全然笑わねえんだ、つ笑,笑え、土屋こういう時はつって <laughs>。難しいよ。向こうはもう必死だからね。うん、必死だから。うん、それ,それで、俺、あの、年末年始正月って、あの、うん、屋台が出るじゃない明治神宮のあたりに。うん、で、安いさ、あっちの B 級、C 級のさ、焼きそばとかあるじゃないあれ好きなの俺。まあ、うまいね。で、あれ食べたいなと思ったけど、みんな友達が出払ってんだみんな結婚したり、子供産んだり、あの、してさ、俺しかいないわけ。うん、だから土屋を呼んだわけよ。うん。おい、土屋。うん。 屋台の焼きそば食うぞ。土屋が来たわけ二人でさ焼きそばとかフランクフルトとかお好み焼きいっぱい買ったわけよ土屋とで酔い声のベンチ二人で座ったわけ男二人ですよ人間関係不得意すらね座ったわけ土屋飲み物がねえなっつってお前の好きな飲み物と俺のあったかいミルクティー買ってこいっつってそれはね言ったわけよそしたらね 信じられないほどの全力疾走したんですよ、あいつが。<laughs> 多分だからその、ね、そういう、後輩っていうか、そういうのをちゃんとやんなきゃ、ちゃんとやんなきゃって思いすぎて、もうわが、全力疾走して、<laughs> で、帰りに、足首、うん、やっちゃったんですよ、あいつ。<laughs> 切ない話だなぁ。<laughs> うん、悪くないもんね。うん、悪くない。悪いことをしたわけじゃないけどなもうちょっとなんか、いいあんまりでできないもんかね。<laughs> 足首やっちゃったんですよ。角を曲がるときに、石がボコボコ出てるようなアスファルトだったんで。うん、<laughs> 取られちゃったか、足がね。いやまず、全力疾走しなくていい。うん、自分のペースでいい。うん、ただ、舐めた歩き方としたら、もしかしたら良くないのかも。確かに知れない。俺も今初めて気づいた。<laughs> で、あいつ、俺がね、設定をバーって出して。 うんうん、で大喜利の部分あるじゃんネタの大喜利の部分は書いてみろと、うん、で設定は俺が全部決めるからそれはお前はいいからうん、うん、で水餃子食ってたんです2人であずっと最近土屋さんずっといるんだけど24時間水餃子は別の日うん、うん、で水餃子をね俺がこぼしちゃってバシャーンってうん、うん、そのタイミングで60枚ぐらいのうん、うん、<laughs> ネタの考えてきた紙を、うんうん 若林さん、ネタ書いてきましたって。俺が水曜日だった、倒したタイミングで出したんです、あいつ。いや、今じゃないと。うん、確かに。うん。うん。あと、あの、広告のチラシなんです、紙が全部。せ、せ、ノートパソコン持ってんだろと。パソコンで書いてこい。で、あと、 もう、象形文字みたいので見えないんです。父親、こいや、字が、父親の大喜りが汚くて。じゃまず人とコミュニケーションの前に読めない、まず、って。ね、父屋難しいな。うん。まず、寄ってくるとこから直せばいい。俺で歩いてるとき。で、外出て、ごちそうさまですってやっぱ言うわけですよ。ああ、もう習ったからね。習ったから。でも車まで歩くとき、やっぱり距離詰めてくるね。 そこは治んないかそこは治んないんですよだから一個一個ですね若松さん一個一個やっていかなきゃいけないでも良くなってきてるからね良くなってきてるからお父様が言えるようになってきたしうんうんこれからもだからよろしくお願いしますって戦えて楽しみだね楽しみですよ彼のカズカさん今週号のこの週刊女性さん見てくれました いや、私ね、まだ見てないんですけど、あの若林さんね、やったっていうのがね。あの初恋太郎から入ってきてました。初恋、そういうのすごい好きだからさ。ああ、好きなの。うん、かさおさん、つって、若林さん乗ってましたねって来るから、どうしたっつったら。そのね、週刊女性に、あ、ちょっとやめてっつって、今週多分あのラジオで話す。ちょっと聞かないでおくわっていう風な、乗ってますよっていうのは入ってきてるけど。 あ、じゃあ何も知らないの知らないどういうのでっていうのは止めその情報をねストップさせておいてあそれはもう日本シリーズの試合結果みたいなそれぐらい情報ストップしてあの、楽しもうとハハお前、ラジオ楽しもう楽しんでるなお前なと思ってあえてストップはしてるんですいやまずここですよガザさん表紙ねえー「拓哉大興奮1995円パンツの肌触り」の下ですよ 一番上には岸辺一斗。うん。ね。写真巻いてますけど。ね、<laughs> その下の、その下。うん、劇者、オードリー若林34。<laughs> <laughs> クリスマスイブ、ドライブデートの気になるお相手。気になるねー <laughs> ここに「手に置く」っていうのも下に書いてあるここはあんま触れないそこはいいじゃんそこは人んとこだからハうん記事の中身春日さん手順差し込ませていただいてますそうですねこれが記事です「オードリー若林34」そんなに重要なのかね年齢っていうのは女の子苦手芸人ついにロマンス発覚 クリスマスイブドライブデートの超気になるお相手。いやーちょっとこれはね。カズさんお相手分かってないのまだ。分かってないですよ。あ、まだ知らないのねだってもうだからストップしてるからここでさ。あ、カズさん。うん。じゃあ右下の写真見てくださいこれ。俺ですよ。あ、若林さんじゃないよく見るやつだよおいみんなおいみんなよく見る若林さんが乗ってるよみんな俺ね、自分で思ったことがあるんだけど、うん。ねえ。うん。 すげえ下向いて歩いてんね俺ねもうこんなもんいいよ <laughs> いつも <laughs> い俺こんな下向いて歩いてんのこんなもんだよねいつもねこ危ないじゃんこれ前からうんこの帽子かぶってさ普通こんな下向いて歩かないよね人間ってうんまあ俺こんなもんかな何かをこう本当になんか携帯電話かなんか見てるぐらいの角度だもんねん俺ショックだったわこんな下向いて歩いてんだ俺と思って いやまあそれはいいんだけどそこはいいんですようんで相手ですよねあ<ら>でこれ入っ,ってんだ、ね、よ,よこれなんか入ってんじゃん目線がそうなんですよあらちょっとこれは何騙されたわーその前にここ見てください、うん、この2行目ね何よ あーまあまじゃあここね年の頃は20から30代ベージュのコートを羽織り黒縁眼鏡をかけたこの女性、うんうん、一体若林の何なのか <laughs> なんだよおいクリスマス <laughs> あれこの前ラジオで話,さ話してなかったっけ話さなかったか別にクリスマスどうだったみたいな話はしてないかうん,なんで裏切られた気分だ <laughs> <laughs> こっちとしてはそういういここよここ女の子苦手芸人として有名扱い方も下手で、うん、一緒にいるとご飯がまずくなるという理由で振られた過去もあるとか、うん、スキャンダルも当然ゼロですかっこ放送作家、うん、これね、うん、マジでね里蜜ボコボコにしてやろうかと思ってんだよね <laughs> いやみつ B じゃないでしょう えどう考えてもこの情報知ってんの里光だろいやラオウじゃないってだってこれはだってでもさ別にそんなに側近じゃないと分かんないって情報でもないじゃないあそう うんこうだって話してるしさご飯がまずくなってそのテレビとかでちょっと気になってるんすよこういう時の放送作家とかさなんか業界関係者ってやっぱ謎だよね謎だよね誰なんだって本当にいるのかってまあまあそこはいいじゃないうんでまああの写真見てて見てもらっても分かるあおり俺うちの姉ちゃんなんだけどんあの姉ちゃんなのこれ嘘だろおい姉ちゃんなんだよおい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  べたなこと言いなさんなよそうやって言われるやっぱりべたなこと言うなって姉ちゃんとか妹とかさそう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 親戚のんかさお姉さんとかいやそれみんなに言われるんだよねいや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 嘘だろって嘘だよ狩野君のやり方だからねそんなのはあそうなの親戚の姉ちゃんとかあそうなんか言ってたよこれ姉ちゃんなのうちのもう知ってんだろううちの姉ちゃんだって見てみ役写真よこれ俺どう見てもうちの姉ちゃんだろ俺姉ちゃんだね おいちょっと待ってくれよ <laughs> なんだよこれ <laughs> 何姉ちゃんと取られてんの <laughs> しょうもないな <laughs> 週刊女性さん,ん迷惑かけんじゃないよ <laughs> 週刊女性さんにそ,そうなのよ <laughs> いやあのね何どういうことこれいやあのねどういう状態なのこれ何 いやあのー、俺ね、うん、土屋とね、うん、最近、うん、あの,ー、あのこのチーム付き焼き場の作家になった土屋と、うんあのー、飯食ってて、うん、店から出て、うん、俺にちに向かって歩いてたの暗い暗い人のいない道をねそ、うんうん、したらタッ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 タて後ろ走ってくるとして、うん、なんかそのはなんか速さに後ろ振り向いたの俺と土屋<ー>ら 一直線にこっち向かって走ってくるからあやられると思って俺弾取られる弾取られると思って腹に力入れたのよそしたらピタッて止まって「あの若林さんですよね」って言われて「ってその時も何かんか言われるかもしれないとか「週刊女性です」と「あっ何すか?」って言った あのー、クリスマスイブにメガネかけたベージュのコート着た女性と、うん、あ、白のコート着た女性とデートしてましたよね、うん、って言われて、うん、いやーそんなはずはないって思うんだよまずああまあそうだよねだってクリスマスイブだよ、うん、で「えー、それじゃないでしょ」っつったら、うん、いや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 若林さんこ,こっちは取れてるんですよみたいな <laughs> ああもう向こうは。<laughs> いやだって俺いや俺いたらいるって言いますからつってそれはないですよいや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 って言うのええちょっと待ってください俺でした運転してんのっ確かに若林さんの車に乗り込んだところを見たんですよっていやちょっと待ってくださいっつって手帳出してスケジュール見たら動物くんのロケの帰りなのよあそうだったっけそうなのよ 動物くんまでは覚えてるけど帰りに誰かとで駆け巡って頭の中あるところで俺が女の子と車で二人に乗るなんて、うん、例えば里光の奥さんを。うん 送るとかなんか誰かの奥さんとか誰かの彼女とかありえないよなと思って誰だ誰だって考えてたの浮かばないからメールを「ちょっと待ってくださいね」っつって12月24日に遡ってしたら「あっ!」と思って「あっ姉ちゃんっすわそれ」っつったら週刊女性の人頭抱えて「嘘だろ!」っつってアスファルトにね もう寝転がってました何やってんだよ道端でえあそうそっかそうだよ向こうはもうねそのスクープだとしていわゆるいい人だと思ってねこれはやったぞと取ったぞと思ってるわけでそれが姉ちゃんだっでも俺が「いや誰すかね誰すかね」って言ってる時土屋が俺のこと守ろうと思ったのか 入ってきて、き<う>「あのべ別の人じゃないですかね」って言って「おい土屋」「土屋あのそんなわけねえからいいんだよ下がってくと」<laughs> <laughs> かわいいとかあるんじゃないか大したもんだねあっそう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 えんでその説明して説明しての人もでもすぐには納得しなかったでしょまたまたみたいになったんじゃないいやでもメール見したからもう携帯ぱってなるほどねあ本当っすねってそれは年末で忙しい時期だったよねあそこ死の労働の時期じゃないだから疲れるっつって寝起きが起きれないっつったら すごいいい入浴剤があるって、うちの姉ちゃんがいるから、疲れてたから、すぐ持ってきてくれ、すぐ受け取りたいって言ったら、じゃあ、家まで持ってくよってなって、はいはい、で家の前で待ってたんだけど、<ー>結構、夜遅くなったから、<ー>じゃあ、実家まで車で送ってあげようってことで、はいはい、姉ちゃんが車に乗って出たところを写真に撮られたんです。<laughs> <laughs> なるほどねうんああそういうことかそうなのよで、うん、かわいそうだって週刊女性」の記者の人カイロ8個貼って「頑張ったんすよ」っつってああなるほどねそうですお俺のためにですもんねそれねっつって<ー>な,なんかじ感じておごりましょうかっつってね <laughs> <laughs> いや頑張ったんすよっつって言っててそうごめんなさいないですねそういう話はつってでなんか話ないっすかつってないですねっつってまあそうそれはもうしょうがない結構30分ぐらい立ち話してえあれでもすごいなどうやって車分かったとか聞いたらすっごいこと教えてもらっちゃったけど言えないけどなんかへえんかその判別の仕方があるんだそう え、その日だけなののそ若林さんのことをその、撮ってたというかいやだからクリスマスイブと1月8日だったか9日だったか土屋と飯食った時なるほどうんだけああ2日間かうんサイパンでいなかったからさ正月はだからサイパンの行ってる間もずっと張ってたのかなと思って「えずっと俺いなくなかったっすか?」いや今日だ あの久々に来たんでつって言っててへえー、頑張ったんすよっつってかしそうだったな <laughs> <laughs> ダサくないそれで俺姉ちゃんと撮られるってクリスマスイブにそうだねダサいねだよなしょうがないまあすもんしょうがないけどねこればっかりはねう,うちの姉ちゃん思いっきり目線入ってるもんなこれ姉ちゃんにとってもその初ロマンスなんじゃないですかこれ いや、当たり前で、なんでうちのお姉ちゃんのロマンスが、週刊誌に通られるんだ <laughs> 俺じゃないかったとしたら。もう<ー>、普通の、<弟>普通の恋愛だぞ、世の中にある。<laughs> 若林兄弟の初ロマンスです、これ。だか,だからデートでもないし、ドライブでもないんだよね。うん、受け渡しだね。入浴剤のね。で、さっき姉ちゃんに電話したのよ。あれ、記事大丈夫だったって、うん、一応乗るけど、 一般人だけど乗るっちゃうけどつって電話したらまあでもしょうがないよね、うん、っつってて「乗ったの見た」っつってたら、うん、言ってましたうちの姉ちゃんが「あのうん、記事よくか書いてくれてるね」っつって<笑><笑>あそうなのいい,いい感じで書いてくれてるねよかった、うん、って言って、うん、言ってた <laughs> でもこの通りなわけでしょ そうか、うん、あーでもほらその時が来たら週刊女性にスクープさせてくださいっつってなんかペンギンが笑ってるじゃないですか <laughs> 記事ね、うん、まあでもそうなってくるよな申し訳ねえもんなもう,うん <laughs> そうだよね<ー>、うん、姉ちゃん以外でさ彼女できたらな、うん、いやでも大変なんだろうなだから今もだからどっかの誰かを張ったりしてるわけでしょ多分寒空の中まあそうだよねね うんまあ大変だよね取られたくないっていう人にとっちゃ大変な話だけどうん俺らは別にね芸人だからいいけどうんだようんだって私の時もすごいいきなり来るのねうん私も普通にだから取られたじゃないですか3年ぐらい前4年ぐらい前か夜中2時ぐらいに帰ったらねっ四方からうん バーッとこう来てね何人かできたの ?3 人ぐらいいや俺は1人だったんだよねだからもう本当にね弾取られると思ったよねその時はあやっぱ思うんだよ夜中に人が走って近づいてきたら弾取られると思うね普通に何すかって言っちゃったもんね何すかって言うの何すかって言ったらいやいやフライデーなんですけどもああここね何日かあのね晴らしてもらってたんですけど うんでカメラマンの人もいたのかなんんななだだか話してみたい何時間何分ぐらい喋ったその時はもう本当にもう自分がさまだ「m 1明けて2月ぐらいあったからさそんな対象になってると思わないじゃないですか。 だからもうわけわかんないよね。あんま答えられなくて、結局、あの、また後日連絡しますみたいな。あ、そう。感じで、あの、だから、な、なったんですよ。いってれどさ、玄関のとこでさ、まあ、あなたも同席したけどさ。なんか記者会見とかね、合同、なんかインタビューみたいになったじゃん。になるわけなんだけどさ。もうわけわかんない。俺、土屋と、その記者さんと、三四十分喋ったよな。 立ち話うん立ち話いろんなこと聞いて <laughs> マジっすかっつって盛り上がったよ <laughs> <laughs> あ、それはでも珍しいんじゃないあそうなのかな<ー>、うん、あのね、あのね、ー、最近土屋といることが多いんですけど、うん、土屋孝之という、あのー、放送作家を目指して上京したね、うん うん、上笹した男ですけどもね笹塚ねうんね、うん、でまああのー、人間関係不得意というね、うん、こう7文字でもってあのなかなかこうプロになれなかった男が、うんまあ、上京して、ええ、まあいろいろ頑張ってるわけですよ、うん、でい以前も話しましたけども、うん、なんかちょっとこの、あのー、人間関係がやっぱ不得意なもんで、うん、二人で歩いてるとちょっと俺の方に あところまああのー、まあ最近はね「おはようございます」とか言えるようになりましたけどうん、うん、なかなか、うん、そういうところもまあ,ある男でまあだから一からいろいろ教えないとっていう人間だよね、うん、いろいろ教えてて、うん、そろそろうーんなんか店の席取るのや,やらせてもいいかなって今状態を予約ってことですか いいやや店に先に俺より入るっていうのを教えてもいい頃かなって思ってその段階まだそのレベルなのまだ俺が先に入ってあそこの席とかそろそろと領収書の取り方と教えてもいいかなって成長を見せてます日に日になるほどでも吸収力はすごいんじゃないそういうことを全くさ知らない状況でしょそう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 教えたら結構やっぱり早いんです覚えはいいんですか覚えはいいですよ前も電話したらねいろんな用事でねあの 「おはようございます」って絶対言って出ないから「はい」って言って出ましたからでまず土屋おはようございます」から入った方がいいなっつってお疲れ様です」とか最後ね切り際ねで出る時も「あお疲れ様です」とか最近言うようになってきてうんあじゃないただまだちょっとねあのこう横並びで喋ってる時に 土屋がこう喋って勢い増してくると、うん、椅子ごと俺に寄ってきちゃうって癖があるから、その辺もちょっと教えていこうかなと思ってんだけど。<laughs> なるほどね。距離感はまだ難しいか。うん、まだまだこれからでしょう。外の距離感は。う,ん,うん。まあまあでもね、徐々に徐々に,徐々にで徐々に徐々に。で、やっぱり何回も言います。あの、このチーム付き合いはこのラジオのスタッフの新年会。うん 楽しかったっすっていうのをねもう,もう何回も言うんですあいまだに <laughs> <laughs> いやそれが楽しかったっすってだってあんまりもう喋ってないというかまあね、うん、初めてだったからしょうがないけどさいやなんか不思議だよなんか俺がこうネタ書いてて土屋の意見聞くわけよここどうかなあそこどうかなこれ土屋こうだなとかで土屋がまたこう設定とか書いてくるこれはこうだかこうだなとか、うんうん、まあ行ってカフェから出て無言で歩いてると急に言ってきたりするわけですよ無言のあとんていう 新年会楽しかったです怖い,怖いよ怖い <laughs> でちょっと寄ってきちゃうわけ俺にグッとねそれはさ <laughs> 土屋真っすぐ歩けとそれさ土屋的にはさ、うん、そのネタ作った時から若林さんに言おうってって、うん、こうタイミングなくて言えない状況なのか、うん、その新年会楽しかったらそれともパッて出てきてポッて言っちゃうのかう 何な,な,な,んなんだろうその間を埋めるためのそのきっかけのあれのかいやいやそんなになんかあの突如として何かを言うっていう癖はあるかもな確かになんかバッてもうい降りてくるというかうんなんかだから急に「その、うん、あの借りた本面白かったっす」って急に言ったり <laughs> ああなるほど、ね、<laughs> であの俺が考えた設定があったしあの設定面白いっす」ってうん 今その話してないのに言うっていうところはあるけどいいじゃないですか。そういうタイミングでちょくちょく。 新年会楽だからっっっその導入なところがないんだろう、ね、うんいや今なんか言うことじゃないですけどねとか,か思い出しても面白いですねとか言うのは助走がないんだよね急に飛ぶから飛 <laughs> 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 んなって思っちゃうね、うん、そうそうで俺ん家に来るとき自転車で来るんだけど、うん、自転車で来てガタガタ震えながらマンションの外でて待っててエントランスの中に入んないのよ なんでよいや、わかんない。だ,だって入れ、<laughs> あそこ別に入れるじゃん。ガタ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 震えてさ、ちょっとよ用意してても、ガタガで何回も続いたから、土屋です。エントランスの中まで入ってていいんだぞ、つって。うう全然エントランスの中入ってたこないだ。<laughs> <laughs> なるほど。ちょっと言われたくなまあいろいろ要吸収はすごいですの、ね、よ。なる,なるほど。で、やっぱり彼は、あの、高校出てからはがき職人で、うん、あんまり人間関係太得意ですから。うん、で、高校3年間、一回もクラスメイトと喋ってないんです、彼は。 一回も一回も。1回もえ、それはなんかあんまり学校に行ってなかったのそういうことえっとね、うん、そういう、学校にはね、3日に1回ぐらい行ってたんですって。うん、その出席日数ギリギリで。ああ、なるほど。で、あのー、1回も喋ってないっていうか、で、彼はね、まあ、俺何度も言いますけど、朝50個のお題を考え、1>, <laughs> 1時間目から6時間まで50個の大切りを解いてるという高校生活を送ってたんですけど。青春だね。<せ> <laughs> <laughs> それ一回も喋んないんだよ一つの青春の形だよ<笑><笑>で俺それその話カフェでしてて「うん、えお前じゃあ体育祭とか文化祭とかどうしてたの?」っつったら「一回も出たことないっす」つ、ね、へえじゃあ修学旅行どうしてたんだっつったら「いや修学旅行は大変だったんですここから火がついてね、うん、俺にどんどん寄ってきちゃって <laughs> なるほどうええ あのねそのまず半決めをするじゃないそうだねで半決めの時に誰ともクラスしゃべりませんからまずあぶれたんだってまあまあそれはそうだろうでそのねもう一人あの南っていうやつがいてこいつは勉強ができすぎて勉強しかしないやつでもう勉強しすぎてあの自分では自覚ないのに英単語をずっと言っちゃってるっていうやつだったんですっええやついるな 単語をずーっと口に出しながら廊下とか歩いちゃってる、ぐるぐる教室歩いちゃうようなやつだよ。こいつも、あの、クラスで浮いてて誰も喋んない。現時点でそのクラスやばいと二人いるね。で、土屋と南ねぶ、ぶつぶついっちゃう。うん、この二人が炙れたなるほど。 あの、6人グループとかみんななるのに2人誰も入らなかった。うん、したら学校の先生が半決めの時に、おい、うん、土屋とみなみ、うん、お前ら2人部屋で2人で過ごせ。うん、<laughs> したらクラスがドッカーンって受けたんだって。<ー>あのやばい2人が2人部屋かいみたいな。で、それでもう嫌になって家帰って土屋お母さんに、俺もう絶対嫌だと。 絶対修学旅行行かない。あんな笑われて、あんなブツブツ英単語を言われてたら黙ったもんじゃないと。でも土屋のお母さんはやっぱ偉い。あんた体育祭も文化祭も行かないで高校生活の思い出何もないじゃない。ねねせめて思い出作りに行きなさいと。でも土屋嫌だと。じゃあ、あのー、 でその時からお笑い大好きでめちゃくちゃ見なきゃはい、はい、モンティパイソンだ、うん、日本のゴッツだなんだとねそ、うん、したらあいつはシティーボーイが好きだったシティーボーイズ好きだったからじゃあシティーボーイズの DVD 買ってあげるから行きなさいってお母さん言ったのでそしたら「嫌や」っつったあーそれでもうんじゃシティーボーイズの DVD2 枚買ってあげるから行きなさいと、うん、で「嫌だと」と あらじゃあ分かったシティボーイズの DVD3 枚買ってあげるから行き,行きなさいとそ、うん、したら行くと <laughs> <laughs> シティボーイズさんの DVD3 枚買ってもらうっていう理由で南と行くことになった <laughs> なるほどなうんうん まあ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 あちょっとしたそういうご褒美みたいのがないとそうそうそう,そうきつかったわけだで行ったんですってうんそしたら二人部屋になるわけよ、うん、でもずーっと英単語とか英熟語ブツ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 南に行ってるんですって土屋本読んでるんですって、うん、で遊園地に行くことになってたんですって二人で二 <laughs> 人で <laughs> <laughs> なんでなんで,なんでよそれ <laughs> いやいやだから二人組の班だからよ いやみんな遊園地にハンで行くんだけど。なるほど。みんなで行って、二、うん、人は二人で行動しなきゃいけないってことか。で、遊園地にも行くのも嫌だったらしいんだけど、うん、土屋。もっと最悪なことが起こったんですよって、俺にすごいカフェで寄ってくるわけ。何、うん、<laughs> で、ここで一回近い、ちょっと一回離れようと、ん、<laughs> 土屋のね、その一緒にやって南ってブツブツで絵団子言うやつが、金庫にね、うん、あのー、二人の財布が入ってる。 状態なのよ部屋の部屋の金庫に。で、それを出そうとして、3回間違えたらロックされちゃうっていう金庫で、南が3回間違えたら。何やってんだよ、南、賢いはずなのに。それ金庫ロックされちゃって、もう、業者呼ばないと開かないってなって、財布がないから遊園地行けなくなって <laughs>、で、業者呼んで、業者のおじさんが、もう、か、鍵職人みたいな人呼んで、開かないんだって。<ー>で、やっと開いたのが夕方で、二人で、おっさんが鍵開けんのずっと 眺めててたっていうの一日目だったんですって。あきついね夜も何にも喋んないんですって修学旅行はあの北海道だったらしいんだけどで南は、うん、あは、の、英、ー、単語をぶつぶつ言って勉強してるんですって、うん、ずっと勉強してるんで,て、うん、で土屋本読んでて、うん、で10時になって消灯で、うん、まだ土屋本読んでたんだって ししたらしおりを持って一言もわないんででそこまで、うん、いきなり話しかけてきたんだ南がうんう土屋君と「お,<う>しおりでは10時に就寝ってなってるのになんで寝てないの?と」と超真面目なやつだから、うん、なるほどねそ,うもうそれ通りに動かないとヤバいって思うやつだから、うん、みんな寝てるよクラスのみんな10時に、うん、なんで君だけが本読んでるんだって言ってで土屋は、うん、いやみんな起きてる いやみんな寝てるっていう言い合いがそこで始まったんだって <laughs> でもうるさいから分かった寝るっつって土山まず寝たんだって1日目はだから金庫を開けたという1日だったんだって北海道まで金庫を開けてもらいに行ったと思、ね、そうそう,そうですねで2日目まあ、いろいろまああって、うん、あの南と無言のままいろんなとこ回り、うん、ね時計台を見無言で五稜郭を歩き <laughs> 部屋に帰ってきたらあのー クラスの別の班で柳沢という奴が殴り合いの喧嘩して、班が倹約だから、あの、とりあえず一回班から抜けろと。で、その柳沢って奴があそこの班だったら入れるからつって、の、天下りしてきたんだって。えプロ入る入らないで殴り合いの喧嘩をした柳沢が。は班の中でね。グループを2軍落ちし、3軍落ちしてきたんですって。 で柳沢はこんな下のやつらと同じ部屋にされてたまったもんじゃねえと超ブサイクなんだけどあの好きだ好きだって何度も言ってやっと彼女ができて,て自分は彼女がいるっていうことがすごいステータスでこれ見よがしにあの土屋と南の前で彼女に電話して好きや好きやでーってずーっと言ってんだって。 めん性。うん、で土屋は本読んて、うん、でてで南は英単語ぶつぶつ言ってるっていう状況だっその部屋帰れよもうその部屋全員そしたら不良三人組がいきなりガラッと来て「おおなんでこの部屋<お>終わっとんだっつって笑いに来たんだっておそれちょっと嫌だねうん<お>でもその間も柳沢が好「好きやで好きや」 お前のことが好きやって言ってるから、うん、お前なやこらってここに携帯取られて、あああああおいブスああどんなブサイクと付き合っとんねんお前ああブスっつって電話投げられた、ね。はい,はいはいはい。そしたら彼女が泣いちゃって、<う>なんであんなこと言われなきゃいけないの<う>私、あんなことを止められないあなた嫌だ、別れるっ,って別れちゃったんです、その場で。えー、その場でうん。 おい、なんだよ。うん、いろんなことこ。したら、柳沢泣いちゃって、トイレにこもっちゃって、トイレから3時間鳴き声が、つすり泣きが聞こえて、<laughs> そ土屋の部屋の。うん。で、土屋本読んでて、うん、南は英単語ぶぞついてるて <laughs> <laughs>、うんひどいなぁ。したら、その、 3時間出てこないっていう噂が広まったのかさっきの不良グループが悪く思ったのがまた来たんだそしたらそのイケメンで何人もの女を口説いてきたっていう俺に任せろっていうイケメンの男が現れちょっと電話貸せとその柳んの彼女に電話してこういう理由でこうこうだったからこうだったんだよっていうのをあのよりを戻せたんですってそこでごめんねって言わそしたら柳んはようやく泣きやんだ でもその時10時を超えてたんですってあしたらみなみが不良グループとあの土屋とその矢野沢に向かって「10時超えてんのに何やってんの?」っつってね寝なきゃいけないだろそういう「より戻したなんだ」とかじゃなくてって言った瞬間不良にボコボコにされてああみなみーであの自分のあの あの地元に帰ってきて、うん、でお母さんにシティボーイズの DVD3 枚買ってもらって、うん、どうだった面白かった、うん、って聞いたら、うんうん、めっちゃ面白かったっすって言ってまあいろんなことが起きすぎたよね <laughs> そんな土屋がね今ね頑張ってるんですよ社会生活を送ろうと思う <laughs> だから飲み会楽しかったのか分かるだろなるほどね で、まあ、話変わるんだけど、うんあのー、最近、あの漫才の、ね、番組に出るもんでね、うん、あの稽古場行ったらね、うん、春日と土屋のね、あの土屋っていうのはあのここの葉書職人からね、うん、上京したね、うん、あの土屋孝之ですよ、うん、稽古場でね、春日と土屋のね、喧嘩がひどくて困ってるんだよ。うんうん うん。いや、何がよ。で、それ何、何、どういうところかっていうと、あの、うん、ま、長いネタを、まあ、その4分とかで切んなきゃいけないっていう時に、あの、いろんな番組出て、まあ、年末やった、 番組をね、こう見ながらどこを切るかをね、うん、俺と土屋と春日で見てたら、うん、まあ土屋があ,のあ,あそこ、で、俺があそこいらないかなとか言ったら、土屋もそうですね、あそこ全然受けてないですからねっ,つって言,、うん、言って、言うのよ。そ、うん、したら春日が何、なに、うん、土屋お前、受っっ、うん、けてねえってなんだよって言ったら、いやでも。 あのー、3回も言って3回とも受けてなかったんであそこいらないと思いますって何だお前!」みたいなさ「土屋受けてなかったか?」って聞っ受けてなかったです」って笑いながら言うね <laughs> それがね舐めてニヤニヤしながら言うねてないですそれあと何か言いたそうでその春日さんが「そつまらないんで」みたいな感じの風に受け取るのこっちは。 そうそう。うん。だから名前来たっつってて、やっぱ喧嘩になるよ。でも言ってたよ。なんか土屋がね、あの、東京来て、何が一番びっくりしたって、オールナイト始まる前の楽屋で、春日さんが一言も喋んないことがあって。あ、そうやっぱイメージ的に若林さんに人見知りだから全然喋んないイメージあって、すごい喋るじゃないですか。春日さん、ほんと一言も喋んないじゃないですか。超暗いですね、あの人。お前がいるんじゃねえって、この野郎。お 生意気な男だよ。でも、土屋はね、なんかね、うん、時間厳守でね、うん、なそ、その行為がどんだけの短縮になるのかわかんないんだけどね、うん、不思議なやつで、うん、あの、急いで来るんですよ、稽古場に。うん、で、バイトを上がって、急いで自転車で来るのかね。うん 上着あるでしょ上着のダウンジャケット脱いだらね、うん、もうね、ファミリーマートの制服なんですよ。<laughs> ファミリーマートの制服で、土屋って書いてあって、トレーニング中って書いてあるんですよ。で、で <laughs> <laughs>、で、土屋お前、タイムカードを押して、ロッカーにかけて、食うだけの時間だろつって。はい、うん、でも間に合わなきゃいけないんで、つって。なんか、そこしっかりしてんのに、春日のことは超バカにしてるん当ね。<laughs> なん 一緒にネタ書いててもね、春日このセリフ言えるかなってったら、春日さんこれ多分芝居できないっすねとか言う。お前に何がわかんだよ。できるよって。まあ、毎期だで、まあ、バイトしてるわけよ。ふ普段まあ、土屋とウロチョロしてさ、本屋なんか行ってさ、画家のね、画集なんかを二人で見てさ、この絵はあれだな、大喜利だな、ほとんどな、みたいなことを二人でブツブツ言ってる毎日なんだけどな。んだよ、その二人。 会いたくないわ。街で会いたくない。ギヤギヤしながら全部ずっと続けるでしょ。そうですね。みたいなこと言いながらそれでなんかね。ある日土屋が凹んでんのよ。やっぱり僕ダメです。みたいな。これはちょっと本腰入れて聞かなきゃだ。まずって。まあそうだね。どうした？って聞いたらね。ファミマファミリーマートでバイトしてんだけど、あの土屋24歳ね。あの16歳の女子高生にあの声がちっちゃいって怒鳴られたんだって。 よし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  <laughs> よし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 よ